今回はこちらソニーから新しいカメラが届いたんで開封レビューします。で今日は10月24日ですが、昨日は荷物は届いてたんですが仕事が忙しくて今日になってしまいました。まあこういった紙が入ってて、おー、こんな感じで入っておりました。でこちらが α7C レンズキットになります。あと同時に注文した、この、シューティンググリップも入っておりました。これはまた別の動画で紹介したいと思います。ではこちらの箱を開けていきます。保証書と登録のおすすめとレンズの使用表と α7C のスタートガイドが入ってました。まあ分厚いマニュアルは入ってない感じです。こんな感じで入っておりまして、まずストラップの方はこんな感じで α7C と入っておりまして、専用となっていますね。でこのストラップはもちろん使おうと思います。これが AC アダプターです。あとこちらが大きな Z バッテリーになってます。でこちら側には超コンパクトな 28-60mm のフルサイズ対応レンズが入っております。あとこれが本体になりまして、おー、α7C 本体になります。このように色は黒を注文しました。であとこの底の方には、USB の Type-C ケーブルが入ってました。結構太いケーブルになってます。結構しっかりしたケーブルです。はい、全て出すと、このようなものが入ってました。ではこちらの α7C ボディを見ていきます。これが電源ボタンとシャッターボタン、これが AF 補助光とセルフタイマーランプ、ここには内蔵マイクがあります。ここを押してキャップを外すと、はい、このようにフルサイズセンサーが入っています。すごいですね、ギリギリです。でボディ内手ブレ補正があるんで、まあ、揺らすと揺れます。このボディサイズにこのフルサイズセンサーが入ってるっていうのはちょっと信じられないぐらいコンパクトですね。すごいです。でこちらの側面には NFC マークがありまして、背面、これが非常にコンパクトなファインダーになっています。ただアイピースカップは付属していなくて、こんな感じですね。でここにアイセンサーがあって、これが視度調整ダイヤルになります。でこれがメニューボタンで、これが絞りのダイヤル、あと AF オンボタン、ファンクション、あとダイヤルとありまして、再生カスタムボタンになります。でバリアングル液晶になりまして、このように開いて回転させることができます。回転はこちらの方向がここまで回転しまして、例えばこういう形で撮影もできます。でこういう形でローアングル撮影もできます。うん、これは非常にいいですね。でさらに逆に回すとこのように自撮りモニターとして使うことができます。まあ、可動範囲はこのぐらいになります。でもちろんこうやって閉めることもできて、液晶を保護することもできます。まあ、普段はこのように閉じとくといいと思います。上面に映るとこれがスピーカーになっておりまして、これがセンサーの位置を示すマーク、ホットシューカバーを外すとこういった感じになってて、これがモードダイヤルで、
オート、PA、S、マニュアル、次に動画モードときます。まあ、ほとんどオートで撮影していますが、まあ、マニュアルで撮影することも多くて、ですぐ、まあ、動画モードに切り替えられる位置に来たんで、これは使いやすいです。で、あとスロー&クイックと123と設定を登録しておくことができます。で、このダイヤルはロックボタンとかがなくてすぐ回せまして、まあ結構硬くて、まあ簡単にずれることはないんでいいと思います。α9 だといちいちここのロックボタンを押して回さなきゃいけないんで、それよりはこっちの方が好きですね。で、これが露出補正ダイヤル。これが録画停止ボタンになります。で、こちらの側面は一番上がマイク端子になっています。で、この開けた時にカクッとなって、ちょっと固定化される感じになりますね。で、ここが SD カードスロットで、まあ、この位置に SD カード来たのが画期的ですね。これが α6100 ですが、SD カードスロットが、まあ、このバッテリーと同じ部分にあったんですが、これだと三脚に固定していると、まあ、取りづらいっていうのがあったんですけれども、7C だとここに刺せるんで、横から取り出せるんで、この位置は素晴らしいですね。で、SD カードの方は以前紹介したソニーのタフ仕様の 256GB の UHS-II を専用で使いたいと思います。で、SD カードはこの向きで挿します。一番下を開くと、ここにヘッドホン端子、HDMI マイクロ端子、USB Type-C、この辺に充電ランプがあって、ここにアクセスランプがあります。アクセスランプは、まあ見やすい位置にあります。で、底面はこんな感じになってます。で、バッテリーを挿します。ついていたバッテリー、そのまま挿してみます。方向は、まあこのような向きで、こんな感じで挿します。バッテリーの方はこのようにボディギリギリの形状になってますね。充電の方はこの AC アダプターに付属の Type-C ケーブル接続しまして、USB Type-C に接続します。そうするとこのように充電ランプが光ります。充電時間は285分になります。で、普段は、こちらの α9 についていた Z バッテリー専用のバッテリーチャージャーを使って充電しています。まあ、これだと、こうバッテリー外してセットして充電できるんで非常に便利です。で、あとは、こちらのキットレンズつけてみます。このレンズも非常にコンパクトなレンズです。で、フィルターの方は、健康のゼクロスプロテクター 40.5mm、買ってましたんでこれをつけます。で、まず早速フィルターつけてしまいます。感じでフィルターがつきました。で、レンズはこんな感じのレンズになっています。で、後ろの方は、はい、このようにフルサイズに対応した大きな形になっています。では、ボディにつけてみます。
お、結構硬いですね。はい、レンズの方は普段はこのようになって、コンパクトになっていますが、 28mm までまず出しますとこのようにレンズが伸びまして、あと 60mm まではこういった動作になります。うん、まあ、ちょっと硬い感じはしますが、まあ滑らかにズームはできそうです。で、あとはピントリングですね。で、まずちょっとこのカチャカチャをなんとかしたいと思います。で、カメラストラップはもちろんこの定番のピークデザインつけます。で、まずこのカチャカチャ外します。今度はこれが普通に通るかなんですが、うん、やはりギリギリで通りませんね。これは、クリップをこのように加工したものになります。うわ、これ通らないっすね。うわ、これは残念です。まあ、α9 とかはこの方法でつけれてたんですが、これはまたさらに穴が小さいようでつけれませんでしたね。はい、元に戻しまして、とりあえずこれを普通につけて使います。で、まあ普通につけるとやっぱりカチャカチャ音が入りますね。こんな感じでつきましたが、まあカチャカチャまあします。で、このストラップの方にはピークデザインの受けるやつつけます。ストラップにこのようにつけまして、こんな感じで脱着が簡単にできます。結局このカチャカチャ問題は解決できませんでしたが、こちらが α6100 でして、このようなスモールリグをつけていて、スモールリングつけるとここに通せるようになるんで、6100の方はカチャカチャ問題はなくなりました。なので 7C用 のスモールリングは今ないんですが、このようなやつ出たら、まあ、つけたいですね。まあ、しばらくこれで使うしかないですね。では電源の方を入れてセットアップしていきます。電源オン。日付の設定ですね。東京、ソウル、時刻、はい、日付の設定しまして起動してきました。バッテリー残量は 11% みたいです。あと、今日届きましたこちらの白馬の液晶保温フィルム貼っていきます。 7C もこのように記載がありまして、あとこのような機種に対応しています。開けるとフィルムとクリーナーと取説が入ってました。では液晶保護フィルム貼っていきます。付属のクロスでまず液晶を拭きます。はい、こんな感じで液晶保護フィルム貼れました。またレンズつけます。
い。で、このレンズだと今収納状態にあるためと出るんですね。で、これで撮影ができますよっていう状態になります。で、モードはオートモードでテスト撮影してみます。こんな感じのシャッター音になります。非常に軽くて、まあ、シャッターショックは、まあ、それほど感じませんね。この、カメラ3台の重さを比較すると、これが α6100 と SELP1650 のレンズですが、これが 540g、 α7C のレンズキットが687g で 147g、 まあ重たいんですけれども、 α9 のボディだけ乗せるとなんとこちらは 691g もありまして、まあ、この α9 のボディだけよりもこのレンズキットの方が軽いという、まあ、結果でした。まあ、これは驚きですよね。ではこのキットレンズとα7C で子供と公園に行ってテスト撮影してきます。公園の方は富士の国田子の浦港公園というところで、絶景の公園になります。 4K 動画と写真を撮影してきたので作例集になります。ではご覧ください。Thank you.
はい、この α7C で撮影した、動画と写真を見ていただきましたが、どうだったでしょうか。で、今、撮影しているカメラはこちらの α6100 で、レンズは SEL1635Z のレンズをつけています。で、蛍光灯の明かりのみで撮影しています。で、このカメラで撮影してきたわけなんですが、もう撮ってる最中から液晶で分かるぐらい綺麗な映像で撮影できてました。まあ α7 III は画質が綺麗で、まあ、売れ続けているカメラですが、それがこのコンパクトサイズに入っているということで、やはり映像はすごく綺麗な映像でした。で、α9 をメインで使っていますが、 α9 の描写はどちらかというと見ている感じとほぼ同じような描写で、色とか持ってない感じで映るんですけど、このカメラをオートで撮影して、ピクチャープロファイルはほとんどスタンダードで、まあ、撮影できてたみたいなんですけど、色がもう鮮やかにちょっと持ってる感じの絵で、まあ、見た目はやっぱりこのカメラ綺麗に映ってるなっていう印象でした。で、写真は出たばかりのカメラなんで、ライトルーム対応してないんで JPEG 取って出しの写真でしたが、加工なしであれだけ綺麗に写っていましたね。で、まあ動画の方ももちろん綺麗で、で、びっくりしたのが、まあ、こんな感じで片手で手持ちで走りながら子供を、追っかけてたんですけど、レンズは手ブレ補正なしでボディ内手ブレ補正だけでしたが、結構手ブレ補正効いてましたよね。で、α9 はボディ内手ブレ補正入っていますが、手ブレ補正がそんなに効かないんですが、この手ブレ補正は使えるレベルだなと感じました。ただ動き回って撮影している時に子供の会にあんまりピントが合ってないような感じでしたね。そこがちょっと残念でした。まあ、写真では、まあ、ピントが合っている写真が、大抵撮れてましたが、何枚かは、まあ、こんな感じのピントが合ってない写真が撮れてまして、まあ 97% ぐらいはピントが合ってる写真が撮れてるっていう感じでした。 α9 使っていますが AF 性能は高いなと思いました。で、やっぱりこのバリアングル液晶を初めて使ったんですが、これがやっぱり素晴らしくて、まあ子供がまだ2歳と小さいんで、こういう形でローアングルで撮影できるんで、まあこれがやっぱり便利ですね。で、こういった角度とかもできて、まあ、どういうカメラの位置にあっても自分の方向に液晶が向けられるんで、セッティングも非常にしやすかったですね。これはやっぱりいいです。で、今回はオートモードでほとんど撮影しましたが、まあ画質は本当に満足のいく写真と動画が撮れてました。で、やっぱりこのフルサイズ機なのに、この軽さとコンパクトでバリアングル液晶搭載で、まあ今まで使ってきたカメラの中でやっぱり一番使いやすいカメラでしたね。うん、
で、ちょっと、画質を比較したいので、カメラをこちらに切り替えます。はい、今度はこちら。α7C にカメラを切り替えました。7C は動画中の瞳 AF に対応したんで、こんな感じで瞳を追っかけてくれます。素晴らしいですね。はい、映りやマイクの音声はいかがでしょうか。で、今瞳検出はオンになってますが、カメラ手前に持ってくるとこんな感じでピントが合いますね。まあ AF もこんな感じで非常に早いです。で、今カメラの方はこのように4台ありまして、 α7S2、 α9、 α7C、 α6100 の4台になりましたんで、今後はこの4台を使っていろいろ比較検証をやっていきたいと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。